田舎建村の田んぼアート。2009年戦国武将、なおえ金継ぐえの田んぼアートの一部を拡大。一株、一歩ごとに、色が違う。田んぼアートは、田んぼをキャンバスに見立て色の異なる稲を使って、巨大な絵や文字を作り出すプロジェクト、またその作品。田んぼアートは、田んぼをキャンバスに見立て、色の異なる稲を植えることで巨大な絵や文字を作る。大規模なものの多くは、 斜め上から見る前提で図案を設計し、これに基づいて、遠近を考慮して植えられている。使用する稲は、背景の緑部分には、現代の食用に広く栽培されている品種、図柄の部分には、古代米と呼ばれている、在来種のうち、灰色が濃い紫や黄色の稲、または、公的機関で、灰色や灰色が鮮やかなものを選抜して育成した、干渉用品種の稲で、 これらの葉や穂の色によって緑色、黄緑色、小紫、黄色、白色、大色、赤色といった色が作られる。1993年に、青森県南津軽郡田舎館村で村おこしとして、田舎館村の村役場の裏手にある田んぼで、田んぼアートが開始された。その後2010年以降になるとこれが、日本全国に広まり、全国田んぼアートサミットも開催されている。 2020年代には、中華人民共和国でも行われるようになっている。田舎建村の田んぼアートが行われる場所は、村役場の東側にある、約1.5ヘクタールの水田である。2012年からは、第2会場として、道の駅田舎建施設内の田んぼも設定された。使用されている犬は、当初、古代米2種類と、この地方で栽培されているブランド米の、 津軽ロマンの計3種類であったが、2006年には新たにベニ染め、クレナイトという赤色系の苗を加えた5種類、2011年には新色を加えた7種類となり、2018年現在では津軽ロマンを呼び、朝雪、紫大国、高大国、緑大国、雪遊び、茜遊び、紅遊び、遊び紫、 ほなみ、あこハ、青系赤百七十四174号の11種類7色となっている。村役場、道の駅ともに展望室が開放され、作品を眺めることができる。毎年多くの人が訪れ、2007年度には24万人が訪れた。また田植えや稲刈りへの参加者も募集しており、多くの人が参加している。2013年は、 第一会場で6月2日に田植え体験ツアーが、第二会場では13日14日に田植えを行った。2008年には、運営費を賄うための増収策として、大国様の株に、日本航空と、東欧日報120周年のロゴを入れ、広告費として200万円を得ることとしたが、知見者で、協議会のメンバーでも、ある全村長が、事前の連絡がなかったとして抗議し、 広告絵柄を抜き取らないと来年から水田を貸さないと述べた。これを受け田舎建村村おこし推進協議会が僅差で抜き取りを決め村職員が広告部分の苗を抜き取った。田植えに参加した住民などは抜き取りに抗議した。選挙戦で争った現村長との確執が背景にあるともされる。この抜き取りについて東欧日報が 日本航空の広告部分を抜き取ったことで、広告収入が入らなくなったとして、主催者の田舎建村に対し、241万円の損害賠償を求めた。2013年には、第二会場がある道の駅田舎建付近に、広南鉄道広南線の田んぼアート駅が、設置され、同時に、役場前の第一会場と、 第2会場を結ぶシャトルワゴン車の運行が開始された。タンボアートのライスコードがカンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルで2部門の金賞を獲得し合わせて5つの賞を受賞した。主に日本人の芸術作品をモチーフにしている。ありがとうございます。